台風6号は現在、五島市の南およそ110キロの海上にあり、1時間に15キロの速さで北北西へ進んでいます。県内では五島市など一部の地域が風速25メートル以上の暴風域に入っていて、台風は今夜遅くにも県内に最も近づくとみられています。現在広い範囲に暴風や波浪警報が発表されていて、五島市、新上五島町、小値賀町、時津町には警戒レベル4の避難指示が出されています。明日正午までに予想される24時間降水量は、五島で300ミリ、南部と北部で250ミリで、線状降水帯が発生する恐れもあり、気象台は暴風や高波、大雨による土砂災害への警戒を呼びかけています。